くるくる一つ当てがある。そこはとても静かな場所だ。水も空気もすがすがしく、人はのどかに暮らしている。何の話だ。俺の療養の話だ。療養？連れて行ってくれないか、クルック。君にもあの風景を見せてやりたい。アンドロポフ。おい待てよ、今は俺がクルックと話してんだ。頼むクルック、ジーロの行方はわからないし、マルマロは自分の村を守るっていうし、あとは。悪いけどし、私には無理だわ。クルク、私はもう戦えない。戦えない、クルックはそう言ったはずだ。あの時とは状況が変わった。クルックの影の力を復活できるんだ。それが問題じゃない。問題はクルックの考え方だ。その通りさ。お前の話を聞いてる場合じゃない。俺はクルックと話しに来たんだ。どこへ行く。クルックを探しにさ。待て、おとなしく帰れ。さもないと。ただでは済まない。俺の影は復活したと言ったはずだぞ。ブルードラゴン。クルックの力が必要なんだ。そんなことができるんなら、クルックをいつまでも縛りつけてるんじゃない。縛りつけてる、縛りつけてるだと。このどうだ、抜けねえ。ブルードラゴン。クルックがお情けで俺と一緒にいるとでも言うのか。クルック、これ以上俺に付き合ってくれなくていい。ううん、私毎日が楽しいの。ここへ来て本当に良かったと思ってるわ。引けよ。このブルードラゴン。アルブヘイブ、気合が足りねえぞ。帰れ。やっと外れやがった。アンドロポフ、お前まだ。もうよせ、やめろ。もうか、お前が帰るまで。さっきまでのパワーが嘘のようだぜ。アンドロポフ、聞いてくれ。世界は正体不明の危機にさらされている。クルックの力が必要なんだ。クルックは行かせない。アンドロポフ、どうすんだシュー。あいつぶちのめしていいのか。おいしゅ。やめろ。大丈夫か。来るな、二度と来るな。あの時また戦いに出るなんてことをしたくなかった。でもみんなのために戦おうとしている人にそうも言えなくて、そんな私の心を理解してくれた人がいたから。それがお前の秘密か。ん、秘密なんかじゃないわ。ただいくつかの選択肢の中から一つを選んで今ここにいる、それだけよ。新しい選択肢が生じたらどうするのだ。ん、あらあらマリー、どうしたの。昼寝はもうおしまい。おい、僕はもう帰るぞ。
あなたは一人で大丈夫？僕の帰りを待っている奴らがいる。そう、だったらいいけど。あ、お前は今ここを離れるつもりはないのだろう？ええ。手を出せ。何？いいから。ノイス・サダム当選ゲルダ。今のは？お前が困った時のためのおまじないをかけた。そう、ありがとう。ではまたな。ええ、また。踊り子に鼻の下を伸ばすシュー、それを見たブーケの嫉妬が爆発する。なんで男って美人って言葉に弱いのよ。だったらブーケもなんかつければいいまろ。美少女とかアイドルとかメガネクや妹あたりが燃えるまろよ。そんなの嫌。ブルードラゴン限界のシリー、愛のダンス。